じゃあ始めていきましょう。やっていきましょう。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、ちょっとこの企画のタイトルとかも特に決まってないんですけども、ね、はい、藤森チャンネルと中田チャンネルの方で、はい、今日 YouTube、はい、光栄です。出させていただいて。山田孝之さんです。よろしくお願いします。すごいよ。いや、すごいよ。全然すごくない。全然すごくない。ド迫力。早速ちょっとプチクレーム入ってますから。何ですか、プチクレーム。いや、その、はい、YouTube の撮影というのは聞いてたけれども、うんうん、はい、こんなにあの企画書も何もない収録は初めてです、うんうん、いや、クレームじゃない。確かにね。場所と時間だけっていうのはちょっと初めてでしたね。ごめんなさい。友達のやり口だから。ちょっと怖かった、ね、ちょっとね、そこ確かにあのゆるっとしちゃってたかもしれない。何されんのって怖いですよ、ね、何喋るんだろうと思って、ね、いや、だって分かってないもんね。我々も正直ごめん、あんまり分かっていないというか。これでも元々の趣旨としては、うん、はい、そのオリエンタルラジオでなんか新しい企画やりたい、はい、で去年やったのがガチガチに私のフィールドでセット組んで授業やる、はいはい、テレビっぽいことやったんですよ。見て、あ、本当に見ていただいてるんですか。嬉しい、ありがとうございます。いや、勉強になるんで。その上でちょっと藤森くんのターンでなんか やろうよ、私っぽい企画だけじゃなくてやりたいよ、うんうん、っていう時にグルメやりたい。いや、まあグルメというか、まあだからね、その仲のいい例えば人を呼んで、ゆったりなんかお酒でも飲みながらやるって、あんまりこう2人で落ち着いて喋るってなかったから、あっちゃんが教壇に立ってで、いっぱいのゲストがいてっていうあれだったから、その呼びたい人を呼んでっていうのもあるし、その相方と合わせたい人みたいなそういうコンセプトなんだ。もう一個あって、あー、で聞いてる、あんまり共演はないでしょ。うん、なんかそうだから、会ったことあるかどうか、なんか見てると、うん、会った気になった人もいるじゃないですか。だ、いざだと初めましてみたいな、はいはい、どっちだっけな。いや、高木さんは私は10年前ぐらいにとある芸人さんの先輩を通じて名前出していいんだよ、その人別に。あ、本当に、はい、最近あの人の名前勝手に出すと怒られるんじゃないかと。それは内容による。それ内容による。内容によるんだ。そうするといろんなね、ところに目がかかったり、ね、勝手に名前出すのとかなるから。名前出していいよね。笑いを埋めない芸人さんです。一回もらったことないんですか。先輩なんで。私より先輩で、はい、我々より先輩なんで。そう、それで仲いいっていうことで2、3度お食事させてもらったんですよ。そんな会ってましたか。いや、でもね、本当に2、3度、うん、だから会ってはいるけど、会ってるけど、でも、まあ、ほぼ面識ないだろうなっていうのもあったから。だから年ももうほぼ一緒。そうだね、学年が違うだけで年一緒だから。いやいや、でも82年ですよね。そうなんですよ。でも相方となんかお友達っていうのが、はい、まだあんまりピンときてないんですけど信じられない。なんだろう、まあその映画でだから共演して、はい、その後まあ飲んだこともありますね、うん、でも頻繁に連絡するわけではないんですけど。そうなんだ。まだあと小栗くん返して会うとかっていうこともちょこちょこあったっていう。そうなんだ。この前偶然会った件に関しては言わない方がいいです。いや、まあ別にいいんだけど。何、偶然どこで会ったんですか。どこかによる。いや、まあまあバーですよ、バー、はい、普通のバーで港区のね。あ、でもなんかちょっと含みあるってことはばったり会っちゃって、まあ何があったか詳細は言わないけど、うん、土下座はした。何それ。高木山田に俺はあの入り口で、うん、店のバーの入り口で土下座はした。え、頼む、見逃してくれと。土下座した後でこれやるって変な感じだよね。いや、なんか その時は、はい、飲んでて、うん、会計しようとして、なんか、まあ、個室がメインのお店だったから、うん、でこっちも個室入ってて、うん、でしたらちょうど出てきた時に見つけちゃったから、なるほど、捕まえて、うん、何してんのと。もう帰ろうとしてたから、うん、帰らせねえよっつって。いや、帰らせてくれと。え、どういうこと、どういうこと、まだ全貌をつかめない。今日はすまん、帰らせてくれ。え、わかんない、わかんない、事件の全貌がわかんない。え、どういうこと、どういうこと。いや、帰りたかったら俺はどうしてもで返さない。飲もうぜと。いやいや、帰らせてくれって言ったけど、クレジットカード取り上げられて。あ、そういうことね。いや、ちょっと待ってくださいよって。いいね、いい関係じゃん。で、土下座をして帰らせてもらったっていう。見逃したんですね。まあまあ、それはもう、もちろん。それはつい最近。そういう話しないですよ。直近で。いや、しないでしょ、別にその話。そんなに合ってるわけじゃない、ここもね。聞かせてほしいんだよな。え、
誰と言ったんですか。まあ、それはでもちょっとプライベートなことなあ、すごいちゃんとキープラじゃない。聞いてくれてる。何、嬉しい。それはいや、じゃないと俺も何言われるか分かんない。お互いね、お互いね、爆弾持ち合ってるかもしれないから。お互い爆弾持ち合ってんのそれ。いや、別に何も変なやましいことないんだけれども、いや、まあ普通にね、たまたまそこでお会いしてっていう。いいね、やんちゃしてるね。くらいね。あ、でもあと本当それで言うとだから、うん、映画の牛島くんでもともと最初に共演させてもらって、出てたもんね、きっかけですごい。山田さんって本当に代名詞となる作品めっちゃありますよね。はい、牛島くんのイメージもあれば全裸監督でしょ、うんうん、で電車男もあるし、で私もともと勇者よしひこです。ああ、はいはい、大好きで。いや、すごいよ、はい、コンパレードですごいよって俺が言うのもおかしいけど、しぶとく25年やってます。いや、すごいことだよな。今どういうポジショニングですか。いや、別に何も変わってない。仕事とかって、うん、あんまり仕事では俺会ってないから。だからこの前バラエティ出た時のその話ぶりだと、本当に自分の納得いった仕事だけをするっていうスタンスですよね。うん、納得っていうか、なんかワクワクするものだったらやらせてもらうみたいな感じです。それがどういうところがワクワクするかも。乾杯しましょう。じゃあ初ゲスト、山田孝明さん、はい、乾杯。乾杯、よろしくお願いします。いただきます。うん、まあ話しつつ、あと僕のおすすめも食べてほしいから、うん、まずこれはあのキャベツね、うん、常連だからね、うんうん、この特製マヨネーズに、うんうん、これつけてちょっとまつまみながら最初は待つんだね。いただきます。やるってことで、ありがとう。整えよう整えよう。今日このテーマトークとかそういうことじゃないので、うん、そうだね。なんかこれを機にね、ちょっとこう仲が深まったらいいなとか、うん、あっちゃんに会いたかったですか。あ、でも話したかったですね、もちろん。優しい。だって無理に呼ばれて会いたかったですかって質問。無理ではない。しんどいよ。やっぱこのノー言えないよ。違う本当に。実際どね、割とそんなイエスのはっきり言ってくれるんで。あ、ほんか、うんうん、なんかすごく合う話もあるだろうなって俺は思った。うん、あれは公表してるんですよ、うん、今東京にいないって。沖縄住んでるとこ入る。え、今沖縄でだから二拠点生活は、まあ、ちょっとそこも似たとこあるんだよ。3年前ぐらいですかね、に家族で移住して。へえ、いいよね、それで。でも仕事を、うん、いや、できるって。別に仕事したくない。釣りとかしてたいってね。沖縄でずっと釣りしてたいです、本当は。仕事したくない、うん、そのスタンスでも、だから藤森君とちょっと違う。俺バリバリ東京で仕事したいので。だってブランチをしに死ぬ寸前までやりたいんだよね。それができることならね、うんうん、なんでって言うか。ブランチ出たいでしょ。いや、じゃあその死ぬ寸前までブランチに出たいってよくわかんない。いや、それ別に今大げさに言ったら、ブランチがどうこうじゃなくて、なんかいや、まあでもそういうテレビの世界とか別に出たいんですよ、テレビに。テレビに芸能人とかも好きだし、芸能界も好きだし、仕事のスタンスはかなり、うん、まあ、どっちかというと私の方が近いと思う。まあそうじゃない、やりたいことをやって、うん、やりたいことやるっていう。別に東京に住んでなくてもいいっていうね、うん、スタンス的には、うん、でも、うん、とはいえオファーめっちゃあるでしょ。だってオファーはいただくけど、うん、でもね、でもこう気持ちが乗ってないのにやるったっていい仕事できないから、それはもうやらないです、ね。うん、あんまこんなこと聞いちゃあれだけど、うん、でもやっぱりやらない仕事みたいなことも結構もう自分の中ではあるわけでしょ。ルール決めてます、なんかこれはやらないとか、うん、あ、結構ありますよ。あ、それ聞きたい。枠というよりは、うん、多分内容面での自分の基準みたいな、うんうん、枠とか局とかでは選んだことないですね。ああ、あ、そうなん。そういうのでもなんかあります、うん、ね、みんなあるんじゃない。こういう仕事は OK しないことで自分で決めてるとか、うん、はいはいはい、うん、まああるのかな、俺がないから。本当、私あの YouTube でよくあるその案件、はいはいはい、商品の紹介とかのお願いとかは基本的に受けないっていうスタンスで、うんうん、まあ、チャンネル的にもなんかその方が合ってますよね。向いてないんですよ、うんうん、私あの商品紹介、案件も、だからそういうのが広告もやらないもんね。そう、 CM に関してはそうですね。でコンビで来た広告とかも相方やらないんで、うん、自動的にそれはない、うんうんうん、はい、
でもその私断っても彼はだけやるは全然ありなんですよ、うん、だってもう何だったらそっちの方が本当は欲しいんじゃないですか、ピンで CM、はい、いや別にそういうこと、ね、年間契約それコンビで来てるからそれ相方断ったらもちろんないじゃないあ、そういうルールだったんだ、コンビでね、なんかコンビで来てもピンでやっても全然いいとは思ってるんですよね、好きだから彼 CM が、それは CM はね、だって出てて、どういうところが好きですか、何が CM の、いや CM やってたらなんか、あ、なんかこう頑張ってんなっていうイメージもあるし、まあね、やっぱ人の目にいっぱいつきたいってことですね、そう不安なんだ、不安なんだって何、いやだからそのなんか不安じゃないよ、いやそれはあると、見ててほしい、見られたいわ、かまってちゃうってことです、もちろんもちろんそれはだってあるでしょ、究極のです、おかしいよこの世界入ってそれがないって、逆に、いやそれは多分あるんだろうけど多分趣旨が違うんですよ、ね、この世界だってお笑いやりたくて始めたわけですよね、違います彼、え目立ちたくて、あ芸人である必要はなかったんだ、そんなことはない、目立てれば、私の口説き、私への口説き文句が、何でもいいからテレビに出たい、まあある意味意思固いけど、別に良くないそれは、組織貫徹で変わってないから、それ変わってない、大学1年の時その延長に別にお笑いをしっかりやるとかさ、20年前で変わってる、面白いことやるっていうのはあるわけだから、なるほど、山田さんのこの世界に入った動機って何だったの、動機、最初その、ね、モテたい、目立ちたい、売れたいみたいな、あ、はいはい、そういうことではなかった、あの夢が僕なくて一度も、あの、小学生の時とか、はい、あるじゃないですか、なんかなんとなく野球選手とか、はい、パイロットとか、そういうのが一度もなくて、で小学校もなくて中学校もなくて、どうしようかなと思っていった時に、姉が2人いるんですけど、姉が東京に出て行って、まあ今で言う読者モデル、あの当時だとストリートモデルって言い方してましたけど、ギャル雑誌のモデルをやりだしたんですよ、で結構人気で表紙とかも一人でやったりもしてて、ポップティーンの、それでやっぱこうなんか田舎では結構こうすげえなってなるんですよ、やっぱり雑誌の表紙やってるから、でも俺からするとただの姉ちゃんだから、すごくねえだろみたいな、ちょっとこうなんだよみたいな、でなんかお前の姉ちゃん、もう全部なんか俺じゃなくてお前の姉ちゃん、お前の姉ちゃんになって、なんかそれはちょっと気に食わなくて、で夢もなかったし、あいつでできるんだったら俺だってできるだろうというこの田舎の中学生の安易な考えで、じゃあ俺も東京行って芸能人になってやるみたいな、お姉さんへの対抗心だったんだ、まああとなんかやっぱり、まあ、そこはだから藤森君と一緒かもしれない、いや俺を見てよって思って、姉ちゃん姉ちゃんじゃなくて、あ、はい、あでもそれこそそのあのやらないもので言うと、医療ものはやらないし多分今後もやらないと思います、ね、え面白い、なんでですか、全くわからない理由が、血がマジで無理なんですよ、あ偽物でもうーってなるんですよ、うーん苦手なんですね、もう本当に苦手ですね、そういう人っていますよ、あんまり聞いたことない、血が苦手、まあいるだろうけど、いるじゃん、いるバイオレンスの、そうなんだ、あそういう理由なんだ、牛島くんやってるのけど、いや意外とそんなこう血は出ない、うん、そんなないんですよ、牛島くん血ない、あの僕側は僕が直でやるってあんまないんですよ、確かにめちゃくちゃ血だらけになってたけど、あなたはだからもうなんか適当に金借りて自業自得でしょ、めちゃくちゃ血だらけになってたよ俺でも牛島くんの頭燃やされてる布かぶせられて火つけられて川に川落とされて真冬の川から俺上がってきて、すごいねバラエティの罰ゲームかと思ったぐらい本当に過酷な、でもその主演の人は血苦手なんだよ、だって意外すぎる意外な牛島くん、そうなんだ、今どのペースで仕事してるの、いや今年と去年は死ぬほど働きましたよ、あそうなんだ、それ作品映画とかいろいろ、まあなんかいやもちろん映画もドラマもだし、いろいろやったな本当に、すごいな、とにかく忙しかったです、ね、さっき言った、まあ、NG とかじゃなくて逆にめちゃくちゃこれ出たいなって思う時は何がくすぐってくれる時なの、でも結局選ぶ基準ってそのもうシナリ本が、うわってワクワクしたらやるのとか、あとはその共演したことない人ってやっぱりいっぱいいるわけですよ、はいはいはい、共演したことない人って基本共演してみたいんですよ、なるほど、
というのと、あとはもう一緒にその仕事をしてみたい監督もいるし、うんうん、10年ぶりのオファーとか、10年ぶりの共演とかってなるとやっぱりやりたくなるし、うんうん、なんかそういった理由ですかね。人なんですよ。人と、まあでもやっぱり脚本はすごい重要ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。行っちゃって。これはもうお味噌つけて。あ、味噌つけて、うん、最初はそのまま。僕鶏の焼き肉屋さんなんですよ。あ、美味しい。すごいつまめる、ずっと食べれるのよ。美味しい。皮とお肉がちょうどいいバランス。あ、美味しいわ。よかった。うん。で、鶏だからヘルシー。さすがだね、ほんとに。ずーっと食べて。誰と来てんの？ここでも本当先輩に教えてもらってバーで誰といたか知っちゃいけないな。いいね、バーの話も全然言わないんだよ本当に。収録終わったらこっそり教えますよ。ありがとうございます。ごめん。あと俺最近またちょっと日本帰ってきて芸人の先輩だって藤森さんの情報を聞いて、ああいつでも誰々に告って振られてるからなとかもおもろ聞いて、え、誰そうだったんだ、何それ、ちょっとうっすら聞いて、誰々に告って、うん、誰に告ったんですか。いや、何人かいるか、何人かいるの、何人かいて何人か振られてるからなあ、そうだったんすね。そんな情報別に知られてるはずがない。じゃあ絶対相手の子が言ってるわそれ。いや、わかんないそれ。だって俺言わないもん、それ既婚者って本当そういう話ないから。ないだから羨ましいですよ。何？え？何その見方？でもないです。ないけど。爆弾持ってる。高井君ってでもそんなに逆にこう家庭の色も出さないとか。うん。下手したら結婚してることすらあんまり忘れちゃってるぐらい。うん、わざわざ言う必要がないことは言わないです。うん、そうだね。むちゃくちゃ遊びたくなったりしない？なんて質問すんだよ。俺もうすぐ3人目生まれるんだって。いやいや、もうさっきお酒の場だからさ。こういう話とかもお酒のバスもカメラあるじゃん。でも高木さんと私代表して言うけど、はい、一切やましい気持ちにならない代表してじゃないんだよ。そうですよね。どうしたらやましい気持ちになるのか教えてほしい。でも不思議なのよ。何がもうだやましい気持ちが起こらない。ああ、だやっぱそうなるんだ、うん、結婚して子供そうなる。すいませんね、こんな下世話の話になっちゃう。いや、独身と違うのよ究極。まあ、そうでしょうね。そこはごめんなさい。その確かに究極、語れなくなっちゃいますもんね。だって飲んでたらやっぱこういう話しかしないから。すごいよね。あるでしょ、他にもいろいろ。荒々しいのよ独身同士。荒々しいよ、本当に独身は。誰々さんが好きだとかさ、うん、結婚も願望ないらしい。結婚願望はなくてブランチには一生出たい。いや、関係ないじゃん。全然わかんない。ブランチって結婚願望ある人がやる番組じゃないから。じゃなくて、そこの願望はないのに、うん、ブランチに対しての願望はめちゃくちゃ強いから。何なんだ。確かにね、ちょっとギャップはあるよね。ブランチって言ったらこう、ファミリー層だって。いやいやいや、なんかいい思いしてんだ、ブランチで。え、ブランチでどういうことよ。王様のブランチですからね。あら、やってんだ。いい思いしてないでしょ、別に。いろいろやってんだ。いい思いで俺出させてもらえてんのはすごい嬉しいけど。いや、でも本当にその芸能界自体が好きだから。うん。まあ、すごいですね。そこはそんなにね、あるんだよ。芸能界が好き。うん。でも、意外なのがすごいお芝居も好きなんだよね。ああ、もちろんそれをやりたいなって思ってる。うん、ね、歌も歌うし。歌も歌うし。だから役者さんとかの友達多いわけでしょ。高井くんもそうだし、小栗くんもね、同級生で。もう旬、慎吾の中ですもんね。そうね。そこあんまり伺い知れてないんですけど、やっぱそんなに仲いいんですか、旬、慎吾は。僕はだってもう旬くんと仲いい人っていう印象ですから。あ、そうなんですね。どうなってそうなったんだろう。どうなってそうなったの、いつの間にか。旬くんとの出会いは何なんですか。出会いは、MJ。あ、なるほど。松本潤。あ、MJ と岡田さんから。MJ って言ったらあれだよね。松本潤。うん、あ、ごめんなさい。テイクツーの東さんのもんじゃ焼き屋さんじゃないの。あ、違いますね。浅草にある。はい、MJ テイクツー東さん。もんじゃ焼き屋さん、芸人さんやる。やってますね。はっきり言うわ、違えよ。あそこに潤さんが来てたわけじゃないんだ。言ってねえよ。松本潤さんきっかけなの。と岡田潤一さん、うん、ですね。きっかけもだってすごいじゃん。別にそこがもともとそうっていうわけじゃなくて、うん、たまたまそのお呼ばれして行った、うん、それもバーだったんだけど、うん、その場所に
春風にいて、うん、っていうのが、まあ、初対面。そもそもじゃあその MJ とのあれは知り合ったきっかけは何ですか？ MJ はなんかまあ番組共演、バラエティーが割とほら嵐でさ、うん、バラエティーやってたらそこはだって共演あるじゃん。いや出るけど、だって天井人ですよ嵐なんて、うん、だからもう本当に嵐にしちゃうからちょっとなんかサブ MC 的なコーナー MC とかで何とか共演はさせてもらいましたけど、うんうんうん、そんなとこで、でもそこはまあコミュニケーション力じゃない？すごい、わかんないけど。えでも初めての 山田さんは小栗旬君とはどういうあれだったんですか？めちゃくちゃ長いでしょ、だと思う。うん、まあもう共演何度もしてるっていうのと、うん、で同時代のそのシーンを生き抜いてきたってことですか？うん、そうですね。まあ、旬君の方が先にもう出てたんで、テレビに。なんか2人とも若い時から出てるイメージだから、なんかどっちが先とかあんま分かんなかったですけど。まあ、うん、でも旬君の方がちょっと先だったんですね。先だったんです。知ってたんで。まあ、俺らで言うとあのクローズのイメージやっぱめちゃくちゃある。あ、そうか。あの共演で、あ、すげえ小栗旬と山田孝之一緒にやってるって。え、クローズだとどういうあれだっけ、間柄の役だっけ？めちゃくちゃバチバチ、お互いこう一番のライバルだ。そうです、トップとトップ、トップとトップで。 うわーマジで好きなんだあの映画。もともとクローズ大好きで、うん、今でも年1回か2回絶対見る。たまんか、でも好きな人ほんとそうみたいで、あ、昨日見ましたよっていう人がいるんですよ。恥ずかしいですけどね。え、あれ何年前ですか？撮影してたのが23歳の時なんで。もう17年前です。17年前、ちょっと待って、デビュー直後の俺らだから。あ、そっか。なんか鮮烈に覚えてるのは、我々もデビューして直後で、はい、お互いクローズ好きで、うんうん、見てるからすごいホットに見てたね。見てた。そんな前と思わなかった。いや、もう40のおじさんで、はい、23の時の不良の話を言われても、はい。いや、もうなんか結構アップデートしてるつもりなんだけど。いや、そうだよね、ごめんね、だけど。いや、確かに俺らで言うと武勇伝良かったですよぐらいのことですよね。もうまさにそういうことですね。まあ、同世代だけど。うわー、でもそのぐらい鮮烈なの。いや、鮮烈すぎて。昨日も YouTube で武勇伝検索してみましたみたいな。でも俺嬉しいけど、そうやって言われるの。あ、嬉しい。嬉しいの？全然嬉しい。恥ずかしいよ。嫌じゃないけど。電車男めっちゃ好きだよ。嬉しいけど。覚えてないし。あ、そう。そうですか。昔の作品より最新作褒められたくないですか？褒めるっていうか、ちゃんと、はい、なんか、まあ、一応やっぱりこう自分の中ではその常にこう、うん、もっと上手くなろうと思ってやってきてるから、やっぱ昔の作品見て、うん、その時しか出せない良さはあるんだけど、うん、基本的にやっぱ、まあ、細かいそのテクニック部分だったりとかは、はい、やっぱり、まあ、役作りの爪のなんか、なんだろうな、甘さが見えたりとかして、うん、うわっと思うんですよ。だからもう基本過去のものはあんまやっぱ見ないんですよ、うん、勉強になるものがないんで。だからそれをなんかこう言われてもああそうですか。クローズの話じゃないんだ。いやいや、するよ、俺は一生してく。最新だよ。だってあんた時も言ってるもん、ね、最新何飲みの場でも。クローズが好きじゃ、まあ、分かるけど。クローズだけじゃないよね、もちろん。分かる分かる。この最近の作品だってずっとさ、うん、こう話題になってる作品あるっていうのがまずすごいんだけど、ね、うん、やっぱりエモーショナルだったものってまた違うじゃん、ね、自分にとっては特別だったからね、うん、いや嬉しいですけどね、なんかこう、あの嬉しいんだけども、うん、はい、恥ずかしいっていうか、なんかこうリアクションに困るみたいな感じ。まあそうだよね、うん、そのぐらいか、しゅんくんとね、あれっていうのはがっつり場、うん、なんかそういう ライバル関係とかそういうことでもないんですか？なんか意識したりとか、そういう瞬間もあったんですか？なんか別に全員仲間だと俺は思ってますね。へえ。そのなんだろう、業界を盛り上げる仲間、業界単位で考えたことはないですね、うん、なんかまあ同世代で、うん、やっぱ大変じゃないですか、その芝居だけじゃなくて表現全体的に大変じゃないですか、うん、でもそれをこう、まあ、近くて同じ職業だからいろんな苦しみも分かっている者同士、あ、なんか仲間って感じですね。話は合います？会う人と会わない人はもちろんいますよ。あ、同世代でも、うん、まあ、同世代っていうか俳優っつったってやっぱいろんな人がいるし、いろんなスタンスがあるんで、そこはねやっぱ分かんないですよね。多分だからその中にはだ芸人さんでもこう考え方は違う中で、全然違うんですね。確かに、もしかしたらこう、うん、やっぱこう目立ちたいっていう、うん、どれぐらいその何お金とか、あ、確かに、あのスキルとか、多分それが多分バランスがそれぞれみんな違うじゃないですか。確かに。だからまあ別にあの話が合わない人がいても当たり前のことだとは思いますけど。え、そのなんかでも、うん、やっぱりこうイメージ的にはこの世代のちょっとリーダー、う
トップでこう引っ張ってる小栗旬にしても山田孝之にしても、うん、そうだけど、そういうなんていうか意識でこの俳優界とか業界をこうしていきたいみたいな、そういう考えみたいなのってあるの？いや、30になった時に、10年前ですね、に、ふと10個下とかを考えた時に、はい、なんかやっぱこういろいろとこうなんだろう、納得いかないというか、これ絶対改善した方がいいよなみたいなところとかあるわけですよ、ずっと。そういうのを疑問に思ってやってきた中で何も変わらない、20代から30代になっても、はい、で何か俺たちがもうやんないと、うん、おそらく10個下、でも10個下っていうとうちの事務所だと中野大河とか、うん、あと菅田将暉とかも10個下なんですよ、ちゃんと。ってことは俺らが40になった時に菅田将暉とかが30になった時も多分何も状況は変わってない、うん、でここ多分ずっとこの10年間来るし、ここから先も来るし、だったらやっぱなんかもっともっとやっぱ芝居のこうスキルを磨いて、すごい俳優がどん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 生まれてほしいんですよ、うん、別になんか海外に出るとかそれはメインとは全く考えてないんですけど、でもなんか ありがとうございます。そのためにはやっぱりいかに役作りに集中できるか、普段も撮影、まあ、連日続く中でどれだけこう脚本に向き合う時間が増えるか、うん、ってなると余計なことを考えない方がいいわけじゃないですか、うん、でも余計なことを考えざるを得ない、いろんなルールだったりとかがあるわけですよ。あるんだよ。そういうところをちょっとでも改善できたらなと思って、うん、30になった時からこう自分でプロデューサーをやろうと思って、うん、そういうことを30からやり始めましたね。作る側、うん、なんかやっぱりこう不満は出るわけじゃないですか、うんうんうん、でプロデューサーって何やってんだろう、現場いるけどみたいな、分かんない、うん、でも自分がやってみればいいんですよ、うんうん、そしてそっち側に立ってみるとその人たちの苦しみとかも分かるわけだし、あ、まあね、何か分かんない人のことをなんかあいつ何だよって言っててもしょうがない、一回じゃその人と同じことやってみようって、うんうん、まあ、やり始めて、やっぱそうするとプロデューサーの苦しみってことも分かってくるし、どういう苦しみがあったんですか？まずその僕らって基本的に、うん、まあ、映画で例えば言うと、うん、撮影期間がまあ1ヶ月だったり2ヶ月あるわけじゃないですか、うん、もうここがメインですよね、うん、もちろんその前に役作りをするっていうこととかはあるけども、うん、で終わった後に1年後公開の宣伝にとかあるけど、まあ、メインはここ、うん、作品を作る期間、うん、でもプロデューサーってここはそんなに重要じゃないんですよね。ここを作るためのこの前の準備がめちゃくちゃ大事、まず何より脚本を開発しなきゃいけないっていうことと、それをもとにお金を集めなきゃいけないし、でスタッフを集めてキャストを集めて、でやっとここが来るわけじゃないですか、まあ、とにかく大変、やること多すぎる。でここがあって、でそれがの後はまた今度じゃあこれをどうやって世の中に出していくか、宣伝が必要になってくる、ページしなきゃいけない、はい、ちゃんとリクープしなきゃいけないし、はい、っていう、そこはもうとにかく全く違う仕事ですよね、業界だけど、だし、まあ、苦しみも違うし喜びも違うし、それをなさったわけですよね。まあやってますね、すごい、はい、でもなんかそうやってまあ一人だなってずっと思ってたんですけど、うん、本当今10年経って、うん、まあ、まだ発表されてるもの発表されてないものあるけど、うん、あでも最近だったらあれテレ東だったかな、松田翔太が自分で企画持ってって、うん、自分で主演でやったりしてるんですよ。へえ、すごいですね。あと各県ともネットリックスに企画持ってって、うん、やってたりとかして、うん、結構そういろいろとみんながやりだしてて広がってるんですね。なんかそれでちょっと安心してきたとこもあって、もう釣りしてたいなって。いやダメでしょ。いや1個終え、自分の中でなんか満足感があるってことですね。終えてない、まだ山田孝之君の役目は。でも演者としてもプロデューサーとしても1個手応えを感じるところにいるっていうのは幸せですよね。手応えというかなんか、あ、やっとみんな動き出した、へえ、やっぱ自分で動かないと何も変わらないから、俺一人動いたところで。いやすごいですね。そのしかも集める予算とか、うん、ペースするとかって、はい、全然違う仕事内容じゃないですか。そうですね。それに挑戦し始めたのが30代。そうです。から10年やってみて、自分の中でそのじゃあもう作る側も演者もある程度見えてきたわけですよ。いや全然プロデューサーはそんな、だってちょっとしかやってないんで、
まだまだ知らないこといっぱいありますよ。全然僕テレビを見ないんですよ。おまあ、てか映らないんですけど家が、はいはいはい、ニュースも見ないんですよ。でもなんかプロデューサーやるとなるとある程度そういうとこ見なきゃいけなくなってくるんですよね。だってテレビドラマも見ないし、うん、映画もそんな見ないし、うん、でバラエティとか見ないってなると今誰がこうなんだ注目されてるとか誰がどんなお芝居してるとか、いや、わかんない、うまいとかもわかんないんですよ、うんうんうん、最近そこはなんかちゃんとやっぱ見なきゃダメだなって、いや、なんかやっと思ってきました、ね、あ、じゃあ結構最近は見てらっしゃるんですか？まだ見てないけど見たいな、まあ、これから見るようにしなきゃな。確かにそこらだってシーン詳しいもんね。むしろそういうとこしか見てないからね。誰が勢いあるか、誰が勢いだって、誰が今人気なのだって自分にしか興味ないんですよ、まあ、いやいや、でも壁入ってくるところにいるっていうのもあるけど情報の集まるね、うん、まあそれぞれだね。え、注目してる役者さんとかいるんですか？あ、いますよ。清原果耶さんってご存知ですか？おお、知ってる。さすが。今ジャンヌ・ダルクもね、ちょうど舞台やって、一昨日見に行ったんですよ。あ、行った、すごいいいらしい。もうもちろんよかった。初舞台です、清原さん。清原さんはなんか共演した？清原さんはその僕が初めてプロデューサーとして作った映画の時に、うん、清原さん15歳で、だから6年前ですね。なんていうデイ&ナイトっていう映画なんですけど、うんうんうん、監督も藤井道人っつって新聞記者とか の彼で、はいはい、で、まあ、本当脚本作りからみんなでやってお金集めもしてってやったんですけど、その時に清原さんがオーディションに来てくれって言って、うん、もう今だったらね全然オファー来るからオーディションなんか行かないでしょうけど、うん、まだその当時は来てくれて、でもう本当にいろんな素晴らしい方いたんですけど、ちょっともう圧倒的すぎて、へー、芝居が、へー、はいはい、すげー。で、まあ、ヒロインやっていただいて、でもうすごすぎたから本当に、うん、もう、その当時から僕は他のプロデューサーとかに言ってたのは、3年後以降、はいはいはい、うん、で確実に朝ドラのヒロインになりますよ清原さんは。うわー、すごい。まあ、3年後っていうのは単純にその18歳からじゃないとできないんで、労働基準の問題が。でも本当に朝ドラヒロインになって、みんなは清原さんが朝ドラヒロインになりましたよみたいな言って、すげえ話。いやいや、だからなるって言ったじゃん俺っつって、ずば抜けてるもんと。もう圧倒的でしたね。そう、パッと見でやっぱ分かるもんなんだ。パッと見でっていうか、だって芝居なので、芝居を見てもうその役になっちゃって、オーディション会場紙1枚なのに。すごいな。それの何だろう、原因っていうかルーツって何なんですか？その天才なんですか、それとも何かをしてたからそんなにすごいですか？分かんないです分かんないですね。でも役作りって何なのかって、人のことを考える、いかに考えるかなんですよ。なるほど。だからそこだと思います。人のこと、ね、うん、役って要は、まあ、脚本があったらシーン1から最後、例えば、はいはい、シーン100まであったとして、うん、そこで書いてありますけど、と、うん、書きで説明とセリフと、うん、だから言動行動が一部書いてある、はい、その人の人生の中の一部、はい、ここをでもいかにその人として生きるかっていうと、この人を理解しないといけないじゃないですか、うん、一つにならないと、うん、そうするとこの人が生まれてからここに来るまでと、うん、この映画のシーンが終わってから最後どうやって死んでいくかっていうやつとか考えなきゃいけないんですよ、うん、一生分を。そうすることによって、この人がちゃんと人間、紙に書いてあるだけだけど、うん、人間というものに成立させることによって、その人の言葉がちゃんとセリフではなくて言葉になる、うん、心から出てきた、うん、感情が動いたから言葉が出たっていうふうになるわけじゃないですか、うん、だからそれをどれぐらい考えるかなんで、役作りっていうのは。それってその脚本家から情報がたくさん与えるられるパターンと、そうじゃないパターンってあるんですか？いろいろありますね。脚本の書き方もやっぱそれぞれなので、そのたくさん与えられるのと与えられないのと、どっちが何だろう、やりやすいのもあるんですか？なんかだから、そのキャラクターシートみたいなものを作れば、履歴書でみたいな、そういう人もまあいる、聞きますけど、あんまでもそこまでやらないですよね普通は。だからまあ自分でいかにその役を掘り下げていくかっていうことは基本的に俳優がやる仕事で。それはみんな俳優さんって毎回作品ごとにやっているんだ。でもどのぐらいやるかは多分その人による、うん、あと、なんだろう、どのぐらいその役が出てくるかにも
あ、まあまあそれは何の量もね、どういう育ち方したんだろう、どういう家庭環境だったんだろう、どういう学校生活だったんだろうとかって考えるんですか。あ、それもまあ、うん、考える時はあります。へえ、それってでも発言から推測できるかどうかって結構よりますよね、その時に。いやでもだからその考えるんだよ、このシーンで、例えばシーン25でこの人に会いに行ってこういう会話をした、うんうん、だから次のシーン26でこの人に会いに行ってこの会話してるんだっていうのもあれば、うん、なんでこの人とこの会話した後にこの人のところに会いに行って全然違う会話してんだろう、うんうん、ってなると、そのシーンで言うと次のシーンですけど、はい、時間があるじゃないですか、はい、これが例えば5分後なのか、うん、3日後なのか、うん、その間にその人は家で会社で何を考えて行動してたかってことをやっぱ作っていかなきゃいけないですよね、うん、もう丸々その人の人生を、はい、そうやってそのこれはこうしてたからこうだろうな、だからこの時家に帰ってきた時にドアノブ握ってちょっとドア開ける時ゆっくりだっただろうなとか、ちょっと靴きれいに揃えるような精神状態じゃないだろうなみたいなとこでこの本番が全部の行動が成立していくわけですよ、うんうんうん、その前後をちゃんと考えるから、はい、まあそこを、かなりやっぱ論理的ですよね。まあそうなのかな。めちゃくちゃ面白い話。いや面白いじゃないとやっぱできないというか、役作りって一言で言うけど、その人生そのものを考えて入れるっていう作業なんですね、うんうんうん、その人をまず誰よりも理解しなきゃいけないですよね。そこだと思いますね、一番重要なのは。セリフを覚えるなんて本当もう多分仕事で言ったら1割ないと思います。1割にも満たないと思います。そっちがメインって思ってる人も多い。うん、なんかやっぱそれはよくあのミュージシャンの人と会うと、はい、俳優さんってセリフ覚えれてすごいよねみたいな言うんだけど、あ、いや全然あの舞台とかのことを多分言ってるんですよ、2時間とかね。でも1ヶ月稽古ずっとやってるし、はい、そんなこと言ったらバンドの人とかだって、うん、ツアーやってる時とかに、はい、あの曲順な、うん、何曲もやるわけじゃないですか、はい、その中で1曲の中でコード進行とかギターだってめちゃくちゃあるわけじゃないですか、うん、はい、でギターボーカルだったらプラス歌もあるわけで、歌詞も覚えてるわけだし、うん、動きも覚えて演出の立ち位置とか、うん、はい、全然やってるじゃんみんなみたいな、うん、そこじゃないと、うん、でもそれは、まあ、そんなことよりもどうやって曲作るか、どうやって歌詞を作るかの方がよっぽど大変なところじゃないですか、うん、まあそこですよね。でそれをやるためにはやっぱり爪爪で、何だったらもう掛け持ちで仕事なんかしてたらやっぱそういうこと できないんですよ。そういう環境のことも言ってたの、うん、プロデューサー目線として。なるほどな。そういう環境でやらせてあげたいとか、うん、まあ、っていうか僕がそれをできるわけじゃないんだけど、みんながそこに意識がちゃんといって、もうちょっといい状況を作っていかないと、なんかこれ以上のものって生まれるんだろうかって思うわけですよね。そ、爪爪でっていうのはいわゆるなんかそのお芝居と関係ない、いや、でこれドラマを今やっぱ掛け持ちでやってるね、俳優さんもいっぱいいるから、はい、それはいろんな事情で。いやでも単純ですよ、ギャラが安いからですよ、うん、ああなるほど、うん、まあ、まあ言ってしまうとそうなんです、うん、そうか。じゃあ一本やるだけで食べていけるってなったら集中できますもんね。まあそうですね、うんうんうん、でもまあそれもなかなか難しいんで、売れてる人で主演であったとしても、うんうんうん、日本の場合は結局みんなCM を企業と契約するしかなくなってくるんですよ。まあ、どういう生活を求めるかにもよりますけど。なるほどなるほど。でもまあ、うん、お金をある程度やっぱ稼ぎたいって、ちゃんと稼ぎたいなって思ったら、うん、もうそうなっちゃいますよね。なるほど。日本の場合は海外は違うんですか。まあ、あのマーケットが違うんで、アメリカとかだと中国も、日本はもう基本日本ね、まあ、アジア諸国もあるけど、あんま考えないですよね、うん、そこは。だって映画一本出て、ね、10億、20億とかもらえるから。うんうん、あ、そういう世界もあるの。いや、世界というか、まあ、ハルトとか大体そういう世界、うん、あ、そうなんだ。で、そうなると、年に1本でいいじゃないですか。確かね。で、しかもその前の準備期間、半年間で、うん、専属のトレーナーと栄養管理士つけて、うんうん、役作りできちゃうんですよ。そうか。でもこれが次の撮影も1ヶ月後、ああギャラ数百万ってなるとできないですよね。ああ、ようこそフィレッジへ。